実況パワフルサッカー初心者チュートリアル。背番号6、落とせ、おすすめ彼女、この3人の巻。彼女、はい、彼女キャラ、はい、まあ、マネージャーの子が結構重要だっていうのは分かったと思うんですよ、うん、はい、でもよく分かんなかったよな。大会中ですらデートしてましたから、ね、恋愛ゲームみたいになってましたよ。もうボール蹴りながらもうさゆちゃんのこと言わなさい。まあまあまあ、そういうね、使い方は間違ってたっていうのはありましたけど、はい、まあ、メリットが結構あったじゃないですか、はい、一気に80とかくれたり、はいはいはい、すごかったっすね。すごかった、あれはやっぱ結構強いんですよ、彼女キャラは、うん、やっぱりそうなんじゃない、ね、初心者の方はまずフレンドは彼女の SR、まあ、彼女キャラ必須。なるほど。彼女キャラはメリットが多く、強い選手を作るためには欠かせないイベキャラだ。七夕、夏祭り、学園祭などのイベントで大量の経験点を得られるほか、前回特殊能力の回に説明があった超特殊能力、通称金徳のコツを条件を満たせば確定で獲得できるぞ。彼女キャラをまだ手に入れてなければ、デッキ編成の助っ人枠、SR 以上の彼女キャラを選ぶのがおすすめだ。もうでもさゆちゃん可愛かったな。可愛かったっす。さゆちゃん以外にいるんですか？いや、実はね、いっぱいいるんですよ。あら、あら、いるじゃん。まとめてきました。おお、お願いします。はい、こちらです。まあ、これも一部ですね。さゆちゃん。さゆちゃん。さゆちゃんいます。はい。ちなみに皆さん、どの子がいいとか。そうですね、僕はね、あのさゆちゃんよりかはあやかちゃんの方がいいです。さゆちゃんじゃねえのかよ。正直、女なら誰も良かった。ゆるちゃんとか可愛いじゃないですか。あ、ゆるちゃんね、ホアンとか、まあ、これはパワフル高校に所属してたんでちょいちょい出てましたよね。で、この子は動物と喋れるんですよ。え、やばい、すごいよ。まあ、自己申告なんでちょっとわかんない。ごまちゃん、これ違い分かります？ちょっとね、他のことは違うんです。注意深く見たら分かるかもしれないです。え、注意深く見たら、なんかスパイク開いてる。お、スパイク開いてる。いい着眼点。そうなんです、この子、ね、選手権彼女なんです。他の子たちはマネージャーなんで練習には参加しないんですよ。選手権彼女の子は練習に参加するんでタッグも組める、選手みたいにコツも持ってる。一番いいですね。ねえ、二度おいしいぐらいの感じですか。ですね。今回紹介した彼女キャラは一部に過ぎない。彼女はそれぞれもらえる超特殊能力が異なり、体力回復が多かったり、エピローグのイベントでもらえる経験点が多いなど特徴もそれぞれだ。彼女候補をサクセスに連れていったら、彼女にできるようにどんどん評価を上げていこう。その評価上げる目安っていうのはどれぐらい上げたらいいんですか？まあ、ピンク色ですかね。ゲージが、ゲージがゲージがあったと思うんですけど、はいはいはい、であれが溜まっていくとスペシャルタッグも組めるようになるじゃないですか、はいそうですね、でそんな同じような感じでピンク色になると大体告白来るかなぐらいの、告白で選択肢あったじゃないですか、待つとか自分から言うとか、ああいうので間違えたりすると振られちゃったり、はいはいはい、あと確率でね、失敗することあるんですよ。そう、なんで告白来てやったって思わず、はいまあ、慎重に選択肢選んでいただいて、はい、確実に付き合うと、はい、なるほど、いうのが大事だと思う。まあ、あとあれ練習に彼女が来てるとこに練習すると一緒に帰れたりするんですよ、はい、でその時に評価上がるんですけど、はい、たまにラブパワーっていうのが発動するんですよ。でやる気が、顔が出てたじゃないですか、はい、であれがハートになって、はい、その練習の効果がちょっと上がるんですよ。なるほど、なるほど。でその時に彼女いる練習行くと、はい、差し入れくれたりするんですよ、それで体力回復したりっていうのが、あ、それはでかいっすね。ね、僕はでも練習するのはちょっと NG なんですよ。今回はここまで。ここで本日のまとめ。その1、彼女キャラは超重要。大量の経験点やデート5回完走で超特殊能力のコツがもらえるぞ。その2、評価を上げて告白を待て。でも失敗の可能性があるから焦りは禁物だ。その3、鈴木、練習もしなさい。次回、おすすめ高校紹介の巻。どの高校にするかで将来が決まる。メタルコーチのパワサカ進路相談、お楽しみに。